なんだここは。やけにさっぱりした部屋だな。気をつけてください。何か罠があるのは間違いありません。あなたたちにだけ何も攻撃しなかったのはどう考えてもおかしい。悪いな。俺たちはじっくりと待つのは苦手でね。バビディ様がおられるのはこの一番下のフロアだ。ただし、残念ながらこの俺を倒さなければ下には行けない仕掛けになっている。つまり、お前たちはここでおしまいということだ。いや、多分そんなことはねえと思うぞ。誰からやるんだ？ここは公平に、じゃんけんでいきましょう。ふん、まあいいだろう。よし、行くぞ。じゃんけんポン。あいこでしょ。お、チェ。よし、まずは俺からだ。一人で戦う気なのですか？当然だ。あんな奴一人で十分だろう。こいつは本格的なバカだぜ。さっきも言ったが、ここからはもう逃げられんぞ。お前たちが受けたダメージはエネルギーとしてこの部屋が吸い込み、魔人ブー様の封印された弾に行くようになっているのだ。それを聞いて安心したぜ。さっさと貴様を倒せばエネルギーは奪えないってことだろう。そういうことだ。だが残念ながらそんなことは不可能だな。おしゃべりはここまでだ。早く済ませちまおうぜ。かかってこい。おっと、宇宙船を壊されちゃたまらないからね。パッパラパー。あ、何が起こったの？どこ、ここ。バビディが魔法で部屋を変えてしまったのです。多分、あの戦士にとって有利な場所に。それがどうした？さっさと終わらせてやる。それはこっちのセリフだ。この重力は地球の10倍はあるぞ。俺はこの星で育ったんだ。それがどうした？たかが10倍の重力など俺には何も感じない。やめるな。スナイプじゃん。ビッグバンアター。おら
どうやら外れを引いたようだな。スナイプシャッター、僕がスナイプシャッター、はっ、スナイプシャッター、うわ、覚悟しやがれ、あれれれれれれれ、覚悟しやがれ、あれれれれれれ、スナイプショット、アパー、